さあそしてそのスプリントレースを戦っていくグリッド見ていきましょう。後方からです。ミック・シューマッハ20番手、角田は19番手から追い上げてまいります。18番手17番手は、アルファロメオの2台です。ボッタス、ジョーガンユー、16位がラティフィ、ランス・ストロールは15番手から。7列目いきましょう。リカルド14番手、そしてラストブラジルとなります。セバスチャン・フェッテルは13番手から。ガスリーが12番手、そしてアルボン11番手、ここからはトップ10です。ルクレールはタイヤチョイスをミスりまして10番手、9位がペレスとのルクレールに突き合わされました。8番手ルイス・ハミルトン、まだ今シーズン勝利を狙っています。7番手アロンソ、ここから追い上げていきます。6番手は先ほどのフリー走行トップタイムだったオコン、サインツは5位からとなります。2列目いきましょう。ランドノリスが4番手、そしてラッセル3番手とイギリス人ドライバーが並びます。そしてフロントロー2番手にチャンピオンのフェルスタッペン、ポールポジションは自身初、チーム初、ケビン・マグヌッセン、 K マグが1番前、ハースが先頭で1コーナーを目指していくというスプリントになります。